んにちは。ちょっとテロップ変えよう。こんにちは。よろしくお願いします。毎日来たいんか、OK、 こんばんは。こんばんは。ということで早速始めていきたいと思います。始めたいと思います。始めていくよ。今日は名前を呼ばないんですけど、今日ベレー帽つけてみた。じゃあ早速やっていきます。スタート。まず最初、服13さん3枚ありがとう。ありがとう、服さん3枚。今回のね、月ね、漏れたので、どうしようかな。福さん、じゃあ3枚ありがとう。このこれとウェイやつと、これシナモンくん、今回シナモンくんも一緒に参加してる。ありがとう、福さん。書くね。3枚福十三さん、何が来たな。今回はゆっくり書けそう。福十三さん、53ありがとう。まあサインとね、名前は必須ですよね、皆さんの。どうしようかな、可愛い感じの。バレエ全部違うよ。服は一緒で、バレエしたいっていうのと、バレエ書いてる。ありがとう、福さん。じゃん。ありがとう。うまいっていうのは雰囲気的。福さん、ありがとうございます。3枚1枚目ありがとう、福さん。次2枚目書きます。ありがとう。一生懸命書くね。今回はあんまり顔出さないようにしたんですけど、こちらです。ただ出てます。もっと愛欲しいって書いた。福さんはね、いつもね、私の味方なの。味方って言って、ありがとう。福さんはいつもずっと私のことを好きって言ってくれるから、好きです。ありがとう。猫ちゃん、ワンちゃん描くわ。13、でもワンプレス結構10年ぐらいあるかも。ありがとうございます。今回も一人一人丁寧にたくさん書いていきますので、すごく楽しみに待っててください。皆さんもありがとう。福さん2枚目ありがとう。3枚目書きます。ありがとう。凛太郎さん、いつも好き。やった、私も好きだよ。じゃん。オンラインチェキサイン会で私はよくサインを書くの忘れるんですけど、今回は忘れないようにしっかり書いていきたいと思います。いや、もう本当にね、メッセージに必死すぎてね、忘れちゃうんですよ。皆さんへの愛情がこもりすぎて。ウェイ、ありがとうございます。福さんありがとう。3枚ありがとうございます。大事にしてください。ありがとう。
お願いします。次、次はバイバイ東能さん。バイバイ東能さん、ありがとう。いますか今東能、いますか東能、ありがとう。3枚書くね。あ、これもこれはやつ、3枚ありがとう。チンアナゴを書こう。これやってるやつ書くね、ありがとう。ありがとうの。トーノもうチンアナゴを書くって約束したので、チンアナゴしか書きません、多分。あ、じゃあリエ、リエヌは。じゃあまずはチンアナゴ。もう東能さんって言ったらチンアナゴだからね。チンアナゴ書かなかったらね、もう失格ですね。東能さんファン失格、私は。秋っぽいかな。めっちゃ可愛い感じの描けた。愛情込めて丁寧に。 BGM 新曲じゃないよ、前の曲だよ。新曲じゃないよこれは。トノさん1枚目ありがとう、ありがとうの。2枚目書くね、ありがとう。すっごい可愛いチンアナゴ書けた。トノさんのおかげですっごい可愛いチンアナゴ書けました。どうしようかな、ウェイってポーズなんだけど、ウェイとポーズなんだけど、汁なし担々麺が好きじゃけん、汁なし担々麺の絵描くわ。ありがとう、お願いします。次ネクスト、まつんさんありがとう。1枚まつんさんありがとうございます。ありがとうまつんさん、書くね。最近ずっと会いに来てくれて、最近というか結構前からね、ずっと会いに来てくださって本当にありがとう。最前列にいたときは、セキュンがいいねと思いました。ありがとう。まつんさんいるかな、まつんさんいる、かさそ、かさ、かさ主婦にしげさん1枚ありがとうございます。じゃあ待つ感じの、あ、しかもさ、待ってるよポーズなんよこれ。待ってるよポーズなんですけど、見てこれ。え、偶然、偶然だな。すごいね、ありがとう、嬉しい。ちょっと待ってるよポーズじゃん、しかも。ずっと待ってるよ、ニコちゃん。
トで埋め尽くしちゃう。あつんさん、ずっと待ってるよ。ありがとう。一枚ありがとうございます。お願いします。次、のぶくん。のぶくん、ありがとう。ありがとう、のぶくん。あれかな？一枚。書くね。のぶ。ウェーイ、ありがとう。あ、チップの紹介。シナモンくん持ったやつ。これは顔が映せないので反対側。ありがとう、書くね。今回のレパートリーは、あ、まあ、秋といえば食べ物なんですけど、食べ物はあれなので読書の秋っていうテーマ、本を持ったやつとシナモンくん持ったやつとノーマルなやつです。ありがとう、ノブくん。じゃあのぶくんっぽいのを書きます。千田さん、のぶくんはちょっと可愛いものが好きなので、可愛く好きのぶくんはね、なんか可愛いものが好きなんで好きなんで可愛く描きます。ラブもう隙間を一つでもなくすぐらいいっぱい描いちゃう。ありがとう、のぶくん。ここにねメッセージ書いてあるので、届いてからのお楽しみ。ありがとう、大事にしてね。いや、お願いします。次、佐藤くん、おるか。佐藤くん、おる。ありがとう。トミーさん、じゃん、こちらです。いますか、佐藤くん。ありがとう。こんな感じです。オードピース、ありがとう。佐藤くんはずっと応援してくれてるんだ。いるかな。ありがとう。書くね。しかもこれいっぱい書けそうじゃない？余白がいっぱいあるけん。いっぱい書くわ。チェキとか買ったらみんなは可愛いケースとかに入れてくれるのかな。めっちゃ可愛いチェキかけたんじゃけど、待って、めっちゃくちゃ可愛いんじゃけど。めっちゃくちゃ可愛いチェキがかけます。え、めちゃめちゃ可愛い。佐藤くん、見て、可愛いですよ、猫ちゃん描いた。ありがとう。メッセージとかもお家着いたら読んでください。ありがとう、大事にしてね。お願いします。次、まわぬちゃん、ありがとう。まおぬちゃんいるか。まおぬちゃんいるか。いるか。え、どうしようかな。まおぬちゃんは女の子だから、あっちゃん、あっちゃん可愛いなって言うじゃん。こちらです。こんにちは。パイケーキする。こんにちは、可愛いな。本持ってピアトのやつ、ありがとう。マウヌ、マウ
ンヌ。嬉しい。でもニックネーム登録にはカタカナがうんじゃない。どういうことだ。どういうことだ。ニックネーム登録にはカタカナでなってないけど、これの正体教えてくれ。ありがとう。じゃあちょっとマウムちゃんも可愛いものが好きなのでちょっと目に入ってくれ。今回のねチェキ会のためにねチェキどういうのがいいかなと思って試行錯誤していろいろと考えて書いたんです。めっちゃ可愛くない？天才天才魔王女。天才魔王女いいねしか。いいねしか。超かわいいチェキが描けた。ありがとう。天才モンドリですか。ありがとう。大事にしてね。2枚ありがとうございます。ありがとう。お願いします。ゆきむらちゃん、ゆきむらちゃんいる。ゆきむらちゃんいますか。ゆきむらちゃん、じゃあメロっぽいやつにしよう。ゆきむらちゃん2枚、ありがとう。2枚メロっぽいやつ。ありがとう。ゆきむらちゃんいる？メロンっぽいやつ。これありがとう。いますか？ゆきメロ。忙しいかもしれない。いつもありがとう。ありがとう、ゆきまるちゃん。砂メロで産業たけしようね。ありがとう。リッキーさん2枚。雪メロ。雪メロ、好きメロディー。ありがとう。嘘やろ。くれて、じゃあちょっと前メロちゃん仕様にしますね。耳とか書いちゃったりして、耳とか書いちゃったりして。マイメロちゃんの耳、ありがとう。1枚目、2枚目も描くよ。ありがとう。2枚目どうしようかな。シナモンくんとマイメロ描こう。ありがとうございます。
メロシナ、うん、恩返しができるように頑張ります。メロシ生活を紹介すために行ってみろ、いいね。メロシ生活から脱出する多分一緒に頑張ろう。続いてなりちゃん初めて見たかも。なりちゃんゆきむらちゃん、かいたありがとう。スナメロ大事にしてね。ありがとうございます。お願いします。次南光さん1枚ありがとう。1枚書くね。あれありがとう。いきます。健康さんありがとうございます。健康どうしよっかな、どうしよっかな、どうしよっかな、どうしよっかな。サトシさん3枚お、OK ですか。オッケーですかそれ。あ、よかったよかった。ありがとう、書くね。どうしようかな。じゃあお薬を書いてきますね。もっとリネっていう薬にハマるようにお薬を書いてきましょう。処方してきますね、お薬。最近ありがとう。1年ぐらい初めて半年ぐらい1年ぐらいか。お薬いっぱい処方しとく。無理無理お薬処方します。ありがとう、大事にしてね。お願いします。次ポンポン1枚ありがとう。ポンポンいるか。かわいい、折れとるこれ。ありがとうポンポン。いる？いらっしゃいますか。ポンポンはいつも明るくて太陽みたいな感じなので太陽を描きます。こちらです。ありがとう。ポンポン。今日サッシーさんのチームに見てきたのでホッペが全然です。届いたらぜひ見てください。じゃん。ありがとう、大事にしてね。太陽あったかいので存在が。じゃあ次なるさん、なるさんいらっしゃいますか。どうし
しよっかな。何にしよう。あ、読書、読書いいね。読書にしようかな。読書。ありがとう、なるさん。書くね。なる。どうしよっかな。でもなんかなるさんは猫のイメージがあるんだよ。だから猫ちゃんを描きたい。さっき描いた猫のあれがめっちゃ可愛かったけん。足跡の柄にしよう。猫ちゃんの足跡の柄。見て、足跡の柄にしたっけ。この柄。ありがとう。大事にしてね。お願いします。次。妹さん。ありがとう、妹さん。いいの？じゃあ。これも漏れてる。ありがとう、妹さん。書くね。妹さん、なんかずっといてくれて嬉しいんだけど、なんかすごいありがたいよね。ありがとう。見てる？妹さんに物申す。妹さんに物申すよ。こんにちは。じゃあ帰り。ありがとう。ちょっと物申したいことがあって。何だと思いますか？妹さんに物申したいことがあるんですけど。こたつ猫さん。妹さんの本名知っちゃった。知っちゃったー。ありがとう、なんかずっとそこにいてくれて。なんか物100点って書くね。いつも100点だよ。花丸も書いちゃう。100点、花丸、満点。会いたい。
また明日、会いたい、また明日じゃない、また会いたい。ありがとう。おる？本名よ、今堀としか書いてない。また明日会ってよって。ありがとう。よし、また会いたいという気持ちも込めて、ちょっと魂を込めて言ったので、これ以上他の人に見せないです。ありがとう、大事にしてね。お願いします。次、クレモ、クレモ、クレモいますか。いつもリゲタン可愛いハーハーって言ってるクレモ、どうしようかな、これにしよう。ありがとう、クレモ。そうなの、調べたらなんかいろいろ出てきた。じゃん、クレモ。はっはっ、ありがとうございます。嬉しい。またお話し会で会えるかわかんないけど、お話し会で、あの、模擬カップルしようね。模擬カップルしようね。クレモありがとう。パンダ描こう。でクレモメガネかけたみたいな。メガネに入っちゃう。クレモの絵描いとこう。クレモの顔描こう。ありがとう。クレモいつもなんか公園で見つけたらちゃんと私のあれも振ってくれて嬉しいですよ。でもありがとう、顔も描いたよ君の。ありがとう、大事にしてね。ジータさん。お願いします。次、ジータさん、マイポテトマン、マイマイ3枚もいいの、いる、ありがとう。マイマイどれにしようかな、悩む。今回全部漏れとんよ、全部漏れとるけん悩む。何してるんですか。これと全部漏れとるよね。まんじっぽいやつ。ちょっとシナモン抱えとります。ありがとう、もうマイマイはこれしか3枚、ありがとう、マイマイ、ありがとうございます。読書のやつと、うえーい、まんじぎゅ、ありがとう、書くね。マイポテトも、ワクチン打ってきますよ。頑張ってくださいというか、リラックスしてください。ギリギリ入った。ありがとう。頑張ってくださいの結構。続いて、どうしようかな。なんかメールの返信いつもちゃんとしてくれて嬉しい。なんかめっちゃさ、本当にさ、もうなんか優しいよね。優しいよね、本当に。なんかめっちゃ応援してくれてる、めちゃめちゃ嬉しい。あ、でも同じ岡山県だからね。ありがとう。マイマイは
ちょっと見た目ヤンキーっぽいんですよちょっとお姉さんっぽいんですけど、お姉さんっぽい、ちょっとマンズっぽいんですけど、めっちゃくちゃ性格いいし、マジでおもろいマジでウェイって感じ。最高、ありがとうございます。ちょっと姉貴感があるんだけど、見てない、嬉しい。じゃあ書くわ。え、どうしよっかな。じゃあ本のやつ、そうなんだ。中堅さん、前、この本を 前に例えた。この持ってる本の名前前にしたありがとう。え、やっぱポテトでしょ、ポテトでしょ、やっぱ前前と言ったらこれは書かんすね。何も始まらないの。やっぱポテトと言ったらもうハンバーガー、だからハンバーガーも書いちゃう。ハンバーガーのニコちゃん、ハンバーガーのニコちゃん、はい、こんにちは、来ました、ありがとうございます。大好き、もうね、これを書かんと始まらんよね、今で。ありがとうございます。1枚目、マイマイハンバーガーとポテトのセット、いただきます、ありがとう。2枚目、マンジ、いやもう、いやもうこれしかない。マジマジ最強、本当にダメでした。自分が食べたないです、あ、そんなに食べないと思うけど俺らわらわら、見えづらいんだけど、いっぱい書いてます、ありがとう。マジマジお値段最強、うん、ありがとう。3枚目、ありがとう。めっちゃ長いやん、もう1年ぐらいやん、はい、ありがとうございます。どうしようかな、キティちゃんか、やっぱりなんか質問体制みたいな、そういうイベントみたいな感じのなんかあった方がいいよ。やばい、キティちゃんじゃない、全然全然キティちゃん、ありがとうございます。もう初心に帰って今思ってる気持ちを書こう。1枚、マイマイありがとう。3枚ありがとうございます、お願いします、大事にしてね、行きましょう。次、エイジ、お父さんやんけ、マイマイのお父さんやんけ、親子でもしてくれて。じゃあちょっとさっきと似たやつにしようか、次、何しよう、てっちゃんさん、ありがとう。いやマジで本当に、え、こういうところはマジで親子だなって思う。なんか申し込みのさあれとかもさ、前のさチキンの時もさ、サインの時もさ、なんか揃ってなんか連番しなかった、てっちゃんさん、めっちゃおもろいんだけど、ありがとう。エイジおる、いやマジでマフライのお父さんなんよエイジ親子で応援してくれたんよ。じゃあやっぱかん、ちょっとエイジ、ちょっと
バカパパじゃけん。岡山っぽい。岡山。で、やっぱ岡山じゃけんさ、これしかなかろうっていう。いました。エイジー、ビニオシ、エイジー、ビニオシ、うまっ。よっ、青、はい、青、エイジー、ありがとう。これからもね、あの、私のために生きてください。これからも私のために生きてください。私がいろいろと頑張ってたら、マイ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 、はよはよせーとかって言ってください。面白い、マジで。ありがとう、マジで面白い親子。エイジー、岡山県大事にしてね。ありがとう、お願いします。次、しんすけ、ありがとう、しんすけ、ありがとうございます。どれにしようかな。どうした、あいだ、ハロー、ハロー、あいだ、これにしちゃう。ありがとう、しんすけ、いる、こんにちは、大事にしてね。どうしようかな、しんすけ。お、じゃあちょっとしんすけのためにヘルメに書くわ。続いて、どうしよっかな。どういうのが好きなんだろう、しんすけは。ゆうちゃん、ゆうちゃん、リネスケって、リネスケって、リネスケ、じゃあずっと好きでいて。ゆうちゃん、あなたできる。Thank you。 ずっと好きでいてね。お祈り、これもお祈りマークということで。どうした、いっぱい書いちゃう。もう、ま、行点満点にいっぱい書いちゃった。ありがとう、しんすけ、大事にしてね、ビニスケ、ノリさん、つけてみてください、これかも。ノリさん、お願いします。次、岡山のひらさん、ありがとう、ひらさん、1枚。これ岡山っぽいわ、これ岡山っぽくね。高島屋のルート、面白いな。ありがとう、じゃあ書くね。ありがとうございます。シナモンくんのプレゼントをプレゼントしてくれるっていう約束をしてから毎日考えてます。幸せで嬉しい、本当にありがとう。スマイルさん、ユウさんからもらうので余計に嬉しい。スマイルさん、どうしようかな。やっぱでも岡山はないよ、うちわのイメージもあるけん、うちわのイメージもあるけん、両方書いちゃう、もうせっかくだから。こっちは布も書いちゃう。ヒロ、ヒ
名字の方です。一夜も変えちゃった。はじめましてどうも。ありがとうございます。ヒロさん、うちわもいっぱい書いちゃった。ありがとう。大事にしてね。また明日来る。会いましょう。カズちゃんもさ。ありがとう。明日じゃあチキ。次、ヨシキ。ヨシキ。おる？ありがとうヨシキ。次ね。どうしようかな。悩むな。これかわいい。これめっちゃかわいい。めっちゃあげる。タミちゃん。レシピありがとう。これめっちゃかわいい。なんかよくわからんポーズしてるけど。かわいい。ありがとう。タミちゃんなんか。書くね。フットワークの軽いイメージ。じゃあわからんけど。ありがとう。レシピ。ありがとうございます。どうしようかな。山広さん、悩むな。全然取れると思う。じゃあ、あえてどういうことを書くか言わないでおくね。あえてどういうことを書くか言わないでおくので見て、チキが届いて、届いた時の楽しみにしておいてください。とりあえずこれ終わらせます。ありがとう。誰だっけ？山広さん。届いた時にドキドキしてください。山広さん。ありがとう、よしき。すみませんね。この気持ちが届いたらいいなっていう。よしき、ありがとう。大事にしてね。ありがとう。届くまで。マジ？ダメだよ。ありがとう。大事にしてね。ありがとうございます。ズボの芯三枚。ありがとう三枚。なんかサンドポーズやっとったやつあるんだよ。三枚。これかわいい。これめっちゃかわいい。これ。そうさん。これと、これもなんかちょっとエロかわ。エロエロかわ。エロかわ。受ける。どうしようかな。じゃあこの、いやー、やっぱこっちよ。やっぱこっち、こっち、これが好きよな。好きなの、好きなのを分かったのも。ありがとう、書くね、3枚。もう好きそうなやつを分かってるけん、私は。ありがとう。ありがとうございます。翔さん。いやでも本当に今日めちゃめちゃ暑かったんですよ。私今日 iPad 忘れてで大汗かいたんですけど、やっぱ寒くなった。えずけん、ちょっと夏場とかさ、つぼのしなんかシナモンくん来たってさ、めっちゃ暑そうにしとったけど、今の時期だったら全然いいか。マジで本当にありがとう。あれさ、おすすめにしたい。あれめっちゃ可愛い。ありがとう。どうしようかな。ドット柄にしよう。ドット柄に描いたことないかも。ブラックとホワイトのドット柄って可愛いよね。なんかおしゃれ。めっちゃ可愛くない？ドット柄にした。ありがとう。すごいし。
家族。そう、産休中です。もう家族、岡山のお父さんみたいなもんよ、小野市のほんまに岡山のお父さんみたいなもん。ありがとう、ずっと。仕事頑張れ。いますか、ヤスミンさん。見てからのお楽しみ。三枚目。これは届くまでお楽しみにしといてください。これはね。3枚目は届くまでのお楽しみにしておいてください。ありがとう、今日の大事にしてね。お仕事頑張れ。お願いします。石剣マシンさん、あー、ありがとう。石剣マシンさんいるかな。これめっちゃ可愛い。これにしよう。たまたまさんのやつが超可愛かった。マジ今回全部漏れてる。出来上がるまで待ってください。スケーマシーン。あれ？あ、おった。ありがとう。いくね。ねえ。やんな。ちょっとこれは見せられないので届いてからお楽しみにしていて。ちょっとイシケンマシンさん筋肉がすごいので筋肉書いてくれ。こちらです。筋肉ムキムキなんですよ。ザ・スポーツ系男子なので、これ多分見せたら大ごとになるので見せられないです、他の人には。イシケンマシンさん、届くまでお楽しみに。ありがとう、大事にしてね。次、ぬるひめちゃん。ぬるひめちゃん
500円で。どうしよう、ちょっと可愛いやつがいい。ケンタロウさん、これにしよう。バグ漏れてるやつに。全部漏れたんだけど、その時は漏れてるやつ。やっぱね、可愛い女の子にはね、可愛いものをね、やっぱ女の子大好き、私。やばい、女の子大好き。ありがとう、のりふみちゃん。どうしようかな。じゃあもうザ・地雷って感じでいこう。じゃあカツオさん、こちらです。やばい、サインを書き忘れたため真ん中に書きます。サインなんとか書けたけど、ねるひめちゃん、サイン真ん中に書いた、許して。ありがとう、ありがとう、真ん中に書いた、許して、ありがとう。嬉しいですね。やばい、ちょっと次、たけたけたけひと3枚、ありがとう。どうしようかな、3枚ね、たけひとが好きそうなやつ。なんか、たけさん、え、超絶かわいい、これピース3枚だからね、じっくり選ばなきゃ。携帯で選んでた、ケースに挟んでもういいですよね。これにしよう、ありがとう、たけひと3枚好きそうなやつ選んでたけん、楽しみにしといてね。やばい、ギリギリ、文字がギリギリだ。文字がギリギリだ、入るか入らんかっていう。なんかニックネーム決めたいな。ニックネーム決めたいな、なんか。私が新しくニックネーム決めたい。最後の方でした。なんか私が新しくニックネームを決めて、それを使ってほしい。どうしようかな。じゃあ竹下の顔、顔、顔か、顔か、顔、顔かます。
1枚目2枚目中のイラストを描く唇のイラスト描いてる唇のイラスト描いてるやつさんさまめ2枚目さまめなりちゃん、ありがとうございます。なりちゃん、いいの？ありがとう、なりちゃん。じゃあ、この目についたハートのやつ、なりちゃん、ありがとう。猫のマーク。なりちゃん、ね、私のなりちゃんへの印象っぽいものを描いてみた。ありがとう、大事にしてね。ありがとう、なりちゃん。これ喜んでくれたらいいな、なりちゃん。超可愛く描けたから喜んでます。ありがとう。次、移動なかったかじゃまない。ありがとう。移動なかったかじゃない。どうしようかな。これにしよう。六ってやったやつ。移動なかったかじゃ。井戸でしょ。井戸の中とかは絶対井戸でしょ。
とまたねカートルでいっぱいペンライト振ってください。見つけた目があった時の喜び方が超絶かわいい、超絶かわいい井戸の中が大好き。6回結婚ありがとう、また会いに来てください、大事にしてね、お願いします。次あいかちゃん、ありがとうございます。あいかちゃんよし、あいかちゃん、女の子だ、かわいいやつにしよう。どうしようかな、あとシナモンってやってるやつにする。シナモンくん持って、ありがとう、あいかちゃん見てる、あいかちゃんいるかな、初めて書いた気がする、気のせいかな、初めてじゃなかったらちょっと申し訳ないんですけど、初めて書いた気がする、嬉しい、あるあるなんですけど、アイカっていう名前の女の子って全員可愛い子しか見たことがない、だからアイカちゃんもきっと可愛いんだろうなって思います。ありがとうアイカちゃん、大事にしてね、お願いします。ともちゃん1枚ありがとう、ありがとう、ともちゃん、ともちゃん、とも、どうしようかな、やっぱこれでしょ、ともちゃん、ともくん、ともちゃん、いろんな名前があるんですけど、ありがとう。じゃあともさんとはずっと友達。ありがとう、ありがとう、ありがとう、大事にしてね、お願いします。次総一郎くん2枚、ありがとう、総一郎くん、どうしようかな、2枚ありがとう、まだ撮ってない、この字
なバージョンで。星なバージョンで買っていい。田中総一郎。なんかちょっとじわるんですけど、ちょっと田中総一郎っていう名前だけど本名はまあ全然違うっていうのがじわる。言わんけど全然違うっていうのがじわるな。やっぱそう一度かこれしかない。1枚目ありがとう、ありがとう、めっちゃ嬉しい。次2枚目、ワンワン犬のポーズをしているので飼ってみたいな。シナモンくんもね、ワンちゃんだからね、一応シナモンくんワンちゃんだから。で、あと私、総一郎くんに言いたいことがあるんですよ。なんかペンライト最近他の子の色じゃないですか。なんかペンライト私の時もあるけど他の子の色の時があるんですよね。他の子の色にしてたらレス送りませんよ。ありがとう。いつもありがとう。見て可愛くない？犬。3枚目。もうこれはこれはちょっと見せない。これはもうガチの本音を書いた。これはちょっと見せられないんですけど、ありがとう、大事にしてね、お願いします。あれ2枚だった。3枚も書いちゃった。じゃあこれとこれで、あ、これとこれでお願いします。すいません、2枚なのに3枚書いちゃった。じゃあこれはなしで。次、てっちゃん3枚ありがとう。え、どうしようかな。これとこれにしよう。てっちゃん3枚ありがとう。てっちゃんもメガネかけてるよね。てっちゃんって頭いい、絶対いいよねっていうさ、絶対いいよねっていうさ、なんか見た目でもあるし、話し方もある、話し方が上手。ありがとう、ありてつ。でも私が一番衝撃的なだったのは、駄菓子を食べながらお話し会に来たこと、これがもう一番衝撃なんだよ。だから駄菓子のイメージがね、あとカープのイメージ、
野球受験ちょっとカープっぽいの着てた。カープ多分好きなの。カープの T シャツ多い気がする。てっちゃん野球好きなんよね。受験ちょっと野球のイラスト描くわ。これはちょっと私の気持ち。これはてっちゃんに向けての私の気持ちなんです。ありがとう、てっちゃん。3枚目書くね。どうしよっかな、猫。私もう野球全く分からんけどさ、一回さ野球の話した記憶があるんだけど違うかな。一回なんか野球の話した気がするんだけど。ありがとうてっちゃん、大事にしてね。草刈りきさん、次1枚ありがとう。じゃあこれ、ありがとう。したことない？カープのさ T シャツの話したくない？ありがとう草刈さん。草刈さんはもうこれを書くって決めてたの。草刈りさんはこれしかないでしょ。あと草むらを描きます。草刈りさんなんで。ありがとう。ブデコポン来ました。大事にしてね。次ゆりちゃん、ありがとう。ゆりちゃんどうしようかな。どうしよう。全部可愛いからね。どうしようかな。でもやっぱ一緒なもんだよね。でもやっぱ読書。ありがとう。ゆりちゃんは東京まんじが好きなんですよ。ひよってる？ゆりちゃん。もしかしてひよってる？ゆりちゃんひよってる？
後で書きます。ごめんなさい。ゆりちゃんもしかしてひよってる？ひよらないでね。ひよらないでね。本当に。これはもう約束したからね、ひよってるっていう約束をしたから。ゆりね、ゆりのは永遠です。やばい、サインを書きました、なんとかサインを書きました。なんとかサイン書いてよ、真ん中に。ありがとう、大事にしてね。嬉しいな。次、グッサン、ありがとう、グッサン。なんか前も来てくれた。じゃあグッサンには、グッサンが好きそうな、前さ、あの ビールのイラスト書いてるね。書くね。なんか 前書いたやつ覚えてるんだよ。グッサン。でも私未だにグッサンの正体が不明なんだよね。なんかすごい謎の人物なんで、正体表してください、もっと。ありがとう。もっと正体表して。ずっとありがとう、グッサン。ありがとう、大事にしてね。嬉しい、なんかずっと言ってくれて。次、たかし、たかしありがとう。どうしようかな。じゃあこれ漏れとるやん。ありがとう、たかし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 。おるか。たかし、おるか。おるか。たかしは蜂のイメージがあるので、蜂のイラストを描く。お花描こう。たかしおる？おらんか。いつもありがとう、ラブ。いつも私の気持ちを書く。たかし、いつもありがとう、大事にしてね。ありがとう。ありがとう。次、みんな見えてる。
しい。これかこれ、これにしよう。ありがとう、書くね。大地は私、姉ちゃんさん、姉ちゃんさんというかシナモンくんの話がよく共有できる仲間嬉しい。なんか本当に今年かなんか、ね、お話し会で仲良くなったよね。嬉しいです、本当にありがとう。どうしようかな。じゃあちょっとこれは見せないでおこうじゃあ見せないでおくね。これは私にじゃあ素直な気持ちを書くので他の人には見せないでおきます私なの。出ちゃった。大切にしてください。これはじゃあ届いても載せたらダメ。ありがとう大地。また大切にじゃあ飾っておいてください。感想だけちょうだい。ありがとう。大事にしてね。ち。コナタン、ありがとうコナタン。次コナタン電車かな。タラベーベー感があるやつ。タラベーベー、じゃあこれ、これです。ありがとう。ありがとう、いつもこのパン。おる？どうしようかな。コナタンも可愛いものが好きなんで可愛く描きます。コナタンはね本当にね好きっていうのがね伝わる。なんかこれ勘違いかもしれないけど本当に本当にマジで好きって言ってくれる。なんか声のトーンが違うもん、マジで本当に好きやでっていう。もう本当に関西弁聞きながらマジでマジで本当に好きっていうのが伝わるんですよ。だからねすごいね嬉しい。嬉しい。もう本当にこれからもずっとよければもうずっといてください。コナタンの他に言わない、他の方が言わないような深い愛情のセリフをね伝えてくれるの。プロポーズありがとうコナタン、大事にしてね。お願いします。だからねちょっとまだ聞きたい。それを前で頑張る。次たなまるさん。たなまる、たなまるありがとう。ありたりたのまる、
どうしよっかね、どうしよっかね、これにしよう。花丸さん、花丸、え、どうしよう、え、でもこれ猫ちゃんなんよね、猫っぽいやつがいいから。こんにちは、ありがとう、とのまる、いいの？とのまる、ありがとう。じゃあ、うさぎ、そのアバター赤くない？とのまるのアバターが好きすぎて欲しい。私のも今回白くてさ、うさぎっぽいキャラクターが好きなんですよ。あります本当にやった、嬉しい。この丸私の膝、めっちゃ可愛いんだけど、え、めっちゃ可愛いんだけど、え、めっちゃ可愛いんだけど、めっちゃ可愛くない？え、ありがとう、手の前で大事にしてね、お願いします。次、まさきさん、ありがとう、まさきさん、え、なんかいつも書かせてくれる、ありがとう、まさきさん、書けね、じゃあまさきさん、そのまさきさんにゃ、好きにゃって、似合うみたいな、やつ好きに合うみたいな、ありがとう、嬉しい。まさきさん、ありがとう。変な細さ、猫が、猫感が伝わるように、ありがとう。まさき、まさ、好きな好きな、可愛い、本当に嬉しい、まさき。いや、最初ね、名前の読み方が分からなかったんですけど、結構ね、愛にこうやってね、いっぱい愛情を注いでくれるので、漢字の勉強にもなったし、まさきさんのことを覚えるかし、すごい幸せです、本当に。ありがとうございます、本当に感謝、なんかマジでありがたい。これからもずっと好きでいてください。私も両思いでいようね。ありがとう、まさき。ありがとう。お願いします。次、かっちゃん。かっちゃん。ありがとう、かっちゃん。どうしようかな、かっちゃん。じゃあこれ。シナモンをウィーンって伸ばしてる。ありがとう、かっちゃん。書くね。かっちゃん、かっちゃん、かっちゃんって言ってるよね、よく。かっちゃん、ありがとう、言ってるよね、ありがとう嬉しい。ドット柄にしよう、ドット柄。かっちゃん、じゃあこれは見てからのお楽しみに。
それは見てからのお楽しみです。もう一人もミスったらダメ。かっちゃんありがとう、大事にしてね。ヘルミゲさん、あー Thank you ヘルミゲ。どうしようかな、悩むね。ヘルミゲさん、はーい、今時間大丈夫かな、夜中とかだったら申し訳ない。ヘルミゲ Thank youI'm so happy. Thank you, here we go. 寝てるかもしれん。日本とカリフォルニアだったら。時間時計が今0時4、やば！ありがとう。もう。グッドナイトの時間やん。Here we go. Thank you. I love you. じゃあ。Your number? ヘルミゲラブ。大好き。これはいいよ。ありがとうヘルミゲ。Thank you.お待たせしました、ありがとう。どうしようか、悩むな。じゃあお時間もあるやつ何しようにする。おじみたいなありがとう。書くわ。ちょっと今ちょっと言おうと思ってたことがあって、ちょこれを言わなきゃと思ってたんですけど、ハッピーターンを見るたびに王子ってなるんですよいやマジで。でも私好きなお菓子ハッピーターンなんよね、ガチで。事件この前ちょドンキの靴下コーナーのハッピーターンの靴下を見て、あ王子じゃって思った言ってあげんとって、それ買いんちゃいありがとう。どうしようかな、うん、買いんちゃい死ぬ。お願いします。いやマジで美味しいよねハッピーターン。えマジでなんかお菓子のさ名前でさ、こんななんかウェーみたいな
ちゃおらんがん、おらんがん事件さ、めっちゃ覚えやすかった。ちっちゃく文字が書いてあるのでまた届いたら読んでください。ありがとう。ジアタックさん、アタックさん、ありがとう。いいの、アタック。え、どうしよう、悩む。なんか特別なやつがあって、ちょっとアタックさんみたいなやつにする。ありがとう。早く届いてほしいな、みんなに。早くみんなに届いてほしいですね。サイン書いてましたか、私、さっきのやつ。さっきのファンの方が。あ、違う、さっきなんかオープンですみたいな。あ、よかった、ありがとうございます。やばい、サインを書き忘れる時代がちょっとやばい。ちょっとでもだいぶ残り少なくなったけど、残りアタック3個目、1,2,3,4,5,6,7,8,9人です。アタックさん、じゃあ私アタックさんの心をアタックもっとできるように、アタックさんへの気持ちを込めて、このセリフを書いてきました。これは届いてからお楽しみに。に向けてこのメッセージを書いたので、チェキを受け取った時にどういう気持ちでこの気持ちを受け止めてくれるかすごく不安ですが、私がこれが素直な気持ちです。ありがとう、アタックさん、また届いたら楽しみに。ありがとう、アタックお願いします。次、ケン君、ケン君1枚ありがとう。どうしよっかな。じゃあ指ハートにしよっかな。え、どうしよう、全部燃えてるからね。それにしよう。本を、ありがとう。ケン君は私のどういうところが好きなんですか？なんか一回聞いた気がするけど、もっと聞きたい。あと普通に顔を見たい。なんか、なんか会いたい、もっと。なんかどういう人なんだろうっていう。でもなんかすごい定着してる、もう覚えてるよ、ちゃんと。ケン君、いっぱい応援してくれて嬉しいんだよ。
ちょっとこれもちょっとキンくんに向けての気持ちを書くので他の人には見せないでおこう。キンくんに向けた気持ちなので届くまで楽しみに。ありがとう。お願いします。あと1,2,3,4,5,6 あと7人。次リュウジ。おーリュウジありがとう。リュウジいるかな。リュウジはこれにしよう。リュウジおる？リュウジおる？リュウジありがとう。リュウジ、リュウジありがとう。リュウジ、リュウジありがとう。リュウジ、嬉しい。もう書きすぎて見えなくなっちゃってるけど。リュウジありがとう。大事にしてね。これも届いてたの。大事にありがとう。お願いします。次トクリン3枚ありがとう。クリン3枚どうしようかな。じゃあ忘れてたけど、なんか特別なやつ、この下向いて本読んでるやつ、下向きのやつはね2枚取ってるんですけど、下向いてこれあげる。でも3枚これで最後だから、それとこれ、あ、やっぱこっちでしょ。よいしょ、喜んでくれるでしょう。ありがとう。下向きのやつこれ結構お気に入り。読書の秋だからね。ありがとう。ありがとうクリン。いつもさ遠いのにからさ会いに来てくれてありがとう。なんか普通にさ冷静に考えてさ神戸から会いに来てるって考えたらすごいなって思った。改めて本当にありがとう。マジ大変なのに。じゃあ朝読書をしている風な。朝読書をしている風にする。
つも。これからも元気な笑顔をたくさん見せてください。そして私のことを癒して、癒して、そして私のこと。2枚目、じゃあ3枚目秘密。じゃあ3枚目の秘密です。ありがとう、特に大事にしてね。ありがとう、お願いします。ち、ヨネピありがとう。1枚ヨネピありがとう。おるヨネピ、どうしようかな。おるか、うん、まっちゃん、まっちゃん呼んでないよ。まっちゃんおらんよ。え、なんか女の子、あ、待って、なんかなんとか漢字でなんとかちゃんみたいな、あから始まる。あ、待って、読み方違うかな。あい、お花みたいな字入れる。え、なんかニックネーム登録できてないかもよ、それだったら。あ、合ってる合ってる、書いて書いた。ヨネピーありがとう。書くね。え、どれにしよっかな。じゃあヨネピーが喜びそうなやつ。え、どっちが好きだろう。じゃあこっちにしよう。ヨナピ好きそうじゃん、こういうの。ありがとう、嬉しい。あの、よく考えたらヨナピのピ、ヨナピのピってカルピのピなんかなってかって思って、それって私と結構あの付き合って、あのピって呼んでほしいんかなみたいな。え、なんかちょっとよくわからんこと言ったけど、ありがとう。このアバターを書くって決め、書くって決めてたんだ私は。そうだよ。まあ同じ。同じピで生きような。どうしようかな。でもやっぱこれ、これしかないでしょ。ヨネピちょっと目減らそう。ちょっと目減らそうだよね、ヨネピ。じゃあちょっとこれは届いてからのお楽しみでいてください。他の人に見せない、これは。じゃあ、ありがとう、ヨナピ大事にしてね。お願いします。あ、そうですね。あ、まっちゃん、スタッフさんがこれ、まっちゃん、レオーって。しかもマグロ、マグロ書いてたキティちゃんだけど。ありがとう、まっちゃん、優しいスタッフさんが。大事にしてね、お願いします。これだね、
よかったよかった。次、お兄ちゃん。お兄ちゃんありがとう。書くね。1,2,3,4 残り4人で1枚ずつなんですけど、結構余ってるのね、可愛いのが。可愛いやつを厳選して皆さんに。これにしよう。ありがとう、お兄ちゃん。なんか私にももっと興味持ってほしいな。だっていつもは言わないけど、私にももっと興味持ってほしいなって思います。興味持ってもらえるように頑張れ。じゃあなんかせっかくクアトロでお互いの存在知ったんだから、もっとそこからいろいろ発展して知ってほしいなって思う。鬼かくわ。じゃこれはもう口に出したらいらない。口に出したら言わないので、届いてから見てください。ありがとう、大事にしてね。ありがとう。お願いします。次、たかし。たかし、さっきも同じ名前あった。ありがとう、たかし。違うたかしだ。おー、たかし多いねありがとう。しかもどっちもひらがな事件。私の想像するたかし、どっちか。どうしようかな。じゃあたかしにはそんな愛情を。あと3人です。たかし、ハート、指ハート、ありがとう。たかし、ありがとう。じゃあたかしに愛情をいっぱい注ぐ。たかしに この気持ちが届きますように。ありがとう、たかし、大事にしてね。ありがとう。ジリボー、ありがとう。ジリボー1枚本当にありがとう。いやマジでお話し会の印象が強すぎて、あれ以来ちょっとマジでいろいろとね話したいこともあるし、どうしようかな。じゃあ R、 ルネの R ってやってるやつ。これなんだかんだ1枚じゃん。 R なんかさ、今回さポーズさ全部違う感じにしたけど、 R はこれ1枚じゃん。そう考えたら、ありがとう、ジリコン貴重。
迷ってくれた中でね、なんか私に会いに来てくれてとても幸せだよ。マジ初？え、なんかさ、昔帰った気がするんだけど。え、初期のさ、チェキ買いたくない？気のせいかな。え、帰った記憶あるで、私。お、え、買いたくない？初だっけ？ありがとう。どうしよっかな。今日何日だったっけ？今日って何日でしたっけ？ありがとうございます。9月18日。じゃあちょっとそんなジェリーボーに初のあれを記念して書いてあげる。ジェリボー今日のじゃあ初チェキ記念して新数9月18日。ありがとう。なんかカップルが書いてるやつ、新数なんとか。ありがとう。チェキ大事にしてね。次、そして今回のかぎしめはルルバンゆういちさんです。ありがとう。ゆういちさん、ゆういちさんいますか？え、しかもシンスって私漢字間違え、あの英語間違えてる。 CISE って書いて、まあそれも私なんで、私の頭の私なんで、すいません。あのシンスって漢字、あの英語間違えてる、やばっ、ちょっと英語できすぎてやばい。あ、それも私のお茶目な。これだけチキが余ってるんですけど、ゆういちさんどれがいいか。これかわいい、これにしよう。彼女感あるやつ。ありがとう、ゆういち。書きます。ゆういちおるかな。ゆういちおる。じゃあちょっと最後の、チェキを記念して描いたことない柄のデザインにしようかな。リボンのね、柄はね、今回一回も描かなかったので。ゆういち、ずっと見ててね。ちょっと書きました。ゆういち、ずっと見ててね。スクショ、え、マジ？ありがとう。はい、ということでありがとうございます。ということで中継終わりました。今日の副紹介、こういうちょっとつけてるベレー帽で、今日家から持ってきた福島さん本、この本はあのクレナさんの本です。
クレナさんの本です、これは。ありがとう、楽しかったです、お疲れ様でした。めっちゃ時間かかった、本当になんか前回よりもなんて言うんだろう、枚数はちょっと少なくなってたんですけど、その分一人一人に時間もかけれたし、めちゃめちゃ楽しかったので、本当に今回も感謝してくれて、書かせてくださってありがとうございました。しかも今回めっちゃ字汚く書いてない、めっちゃ丁寧に書けた、だいぶ余裕出てきたし楽しかった、ありがとうございました。15分になったら配信終わろうかな、スペシャルタイム。お疲れ様です、届くの楽しみにしとってください、本当にありがとうございます。いやマジで15分に終わります、すみません、ね、かわいすぎてハマりそうです。マジゆうちゃんハマっていいよハマっていいよ、なんでハマって、私もハマってないかなと思った。皆さんありがとうございます。じゃあ今回買ってくださった方の名前をもう一回呼びたいと思います。あの本当にじゃあ福さんありがとうございます、トノさんありがとうございます、マツさんありがとうございます、サトくんありがとうございます、ノブくんありがとうございます、マオヌちゃんありがとうございます、ゆきむるちゃんありがとうございます、ナイコさんありがとうございます、ポンポありがとうございます、ナルさんありがとうございます、イモスさんありがとうございます、ユスト、ユストありがとうございます、クレモありがとうございます、マイマイありがとうございます、エイジありがとうございます、シンスケありがとうございます、岡山のヒルさんありがとうございます、ユスキ、ユスキありがとうございます、しんすけありがとうございます、つぼのしんありがとうございます、たけたけ、たけひとありがとうございます、いしきやましんさんありがとうございます、つぼのしんありがとうございます、のりめちゃんありがとうございます、なりちゃんありがとうございます、井戸の中じゃないねありがとうございます、まちゃんありがとうございます、ともちゃん、なんかすべちろくありがとうございます、てっちゃん、草刈りきさんありがとうございます、ゆりちゃんありがとうございます、くっ、ぐっさんありがとうございます、たかしありがとうございます、だいちありがとうございます、こなたありがとうございます、そのまるありがとうございます、まさきありがとうございます、かっちゃんありがとうございます、ヘルミギ Thank you、 王子ありがとうございます、アタックありがとうございます、ユージケンありがとうございます、トグリンありがとうございます、ユネミありがとうございます、お兄ちゃんありがとうございます、たかしありがとうございます、ジリボーありがとうございます、はい、ゆいちくんありがとうございます、とても楽しかった、本当にリボンほどけてるし、もう本当に幸せな時間をありがとうございました。じゃあ軽く壇上の前だけ読んでおしまいにします、ごめんなさい、15分過ぎてるので軽い壇上の中で、じゃあ13位からゆうじですさん、 Thank you、 12、たけたけたけひさん、ありがとう、11、ロブありがとう、
ジカープのボルありがとう。キナッコさんありがとう。8草刈りえっすいません埼玉山崎さんありがとうございます。7位ジリボー。6位ヘルミゲ。5位ハルルン。4位石毛マシンさん。石毛さん間違えた。え、ちょっと団長読み、あ、いつもの。ありがとうございます。3位ケンク、ありがとうございます。2位ソプリン、ありがとうございます。そして1位がアズルバー藤井さんさんね、ありがとうございました。とても楽しかったです。皆さんお疲れ様です。長時間なのに自分がね番が来るまでしっかり最後まで見てくださって本当にありがとうございます。ではまた18時ぐらいかな、なんか予約入れて、この後予約すぐ見れる感じですね。